こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい。始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。イエーイ。はい。今日は浴衣アレンジをやりました。はい。はい。みさきさんちょっと考えてきてくれた浴衣アレンジなんですけど、正直言います。難しいです。ですけど、多分、まあ、三つ編みできて、あとピン留めができる方は、結構できるかなと、うん。で、ちょっと一個だけポイントがあったんですけど、まあ、作ってる最中にゴムが見えてしまうので、そこをヘアアクセで隠してます。はい、でも、それはそれで、逆にやってみて可愛いかなと思うので、まあ、浴衣アレンジ、まあ、これからね、夏祭りあると思うんですけど、はい、ちょっと可愛いと思ったら一回試してみてください。お願いします。すいません、なんかこんな紹介で今日は。でもまあ可愛いアレンジになってますんで、はい、はい、それではお願いします。それでは動画スタート。間が長い。リーゼのまとめ髪フォームをつけていきます。2プッシュくらい手のひらに出して毛先から順につけていきます。サイドを耳後ろで取り分けていきます。後ろも半分で分け取っていきます。右サイドと左の後ろの髪の毛を右の耳後ろでまとめていきます。ゴムで結んでいきます。残りの髪の毛を左の耳後ろにまとめていきます。ゴムで結んでいきます。前に持ってきて髪の毛を3等分にします。ここで三つ編みをしていきます。右手の髪の毛を左に交差します。左の外側の髪の毛を右に交差します。もう一度右の髪の毛を左に交差していきます。もう一回左の髪の毛を右側に交差していきます。これを同じように繰り返して毛先まで編んでいきます。毛先を少し余らせてゴムで結んでいきます。この時しっかりと崩れないように結んでいきます。ゴムを持ちながら三つ編みの編んだ外側の部分をゴムの方からほぐしていきます。少しずつ引っ張っていきます。反対側も同様に三つ編みを作っていきます。左の三つ編みを毛先を少し折り込んで右側の上のゴムのところに少しだけ空洞を開けて差し込んでいきます。ピンの短い方を三つ編みに縦に差し込んでピンを横に寝かせて押し込んでいきます。右側の髪の毛を毛先を少し折り込んで左側のゴムの上に空洞を少し開けて髪の毛を差し込みます。ピンの短い方を三つ編みに差し込んで頭皮に垂直に縦に置きます。ピンを横に寝かせて
押し込んでいきます。ゴムを隠すように辺アクセを下から上に留めていきます。反対側も同じようにゴムのところにアクセサリーをつけていきます。浴衣アレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。